まあ、この 1,2,3 ね、僕も意識してやってきて、非常にね、やっぱマネージャーとして頑張ってくれてますし、マネージャー層もね、離職ゼロです。はい、どうも株式会社ドラフトの田中と申します。今回のこちらの動画では、最強のマネージャー育成術ということで、いかにね、強いマネージャーを輩出するかっていうところを、ドラフトの経験踏まえてお伝えしていきたいと思います。ドラフトっていうのがね、僕が起業して今、こう4年目になってるような会社なんですけども、今、社員数で大体20名弱で、インターン生がね、非常に多い会社なんですけども、全体インターン生とかね、バックヤードの人間含めると、50から50名ちょいぐらいのね、こう規模の組織でやってます。それだけのこう組織はもちろん僕一人でね、束ねてるわけじゃなくて、各事業ポジションに責任者がね、多く輩出されてるんですけども、そのマネージャーたちが非常に優秀なので、ここまでね、大きい組織になってきたのかなと思います。その中で、具体的に僕がね、何を意識してマネージャーたちを育成してきて、今の組織にこう、伸ばしていったのかとか、こうやった時にうまくいったみたいなところをね、今、仮に例えば会社で部下を持っている方だったりとか、会社経営してるけどもなかなか人が増えないとか、事業マネージャーが育たないみたいなね、ことってもう多くあると思います。僕もいろんなね、経営者の方とお話しする機会多いですけども、やっぱりこうナンバー2がね、強い会社っていうのは非常に伸びてますし、ナンバー2が逆に不在の会社は、もう社長が全部やっちゃってるみたいなね、会社とかなかなか大きくなりきれてないかなっていう印象があるので、この会社のナンバー2とかね、事業を任せてる事業責任者、マネージャーたちって非常に大事です。その中で、僕が大事だなと思うことを3つね、まとめてきましたので、今回の動画ではそれをお伝えしたいと思います。まずこの一つ目、山本五十六さんっていうね、100年ぐらい前ですかね、ちょっとあんま僕も知識はないんですけども、この方が言ってる言葉がね、すごい有名で、何を言ってるかっていうと、経営論とかね、育成論だと思うんですけど、自分がまずやる。自分がまずやってみて、それを相手に教えてあげて、言い聞かせて、伝えてあげて、教えてあげて、で、やってみさせて。実際そのマネージャー候補の方にやってみてもらうんですよ。やってみてもらって、やった後に何がうまくいってて何がうまくいってないか、ちゃんとね、褒めてあげる、フィードバックしてあげるっていうことをね、言ってる言葉をね、この山本五十六さんが言ってるんですけども、僕も本当にその通りやなと思います。やっぱりずっとね、社長が一番ビジネスとかね、仕事分かってますし、自分でやったら早いのは当たり前なんですけども、それやっちゃうと部下が育たない。なので、そこはぐっとこらえて、部下のね、ここに任せてあげて、やり方も手ほどきしてあげて、やってみてもらった後に、うまくいったらちゃんと褒めてあげて、うまくいかなかったらなぜこううまくいかなかったのかっていうのをしっかりとこうフィードバックしてあげるっていうことができれば、でも磯六さんが言ってる通り人は育つんじゃないかなと思いますので、まず自分が巻き取りたいところもぐっと我慢して見届けてあげる、見守ってあげる。でトラブルになりそうであれば介入してあげて軌道修正する。でまた自分任せてあげるっていうね、マネージャーの方にっていうのをやるのが非常に大事かなとまず一個に思います。二つ目ですね、やってもらうだけじゃなくて、やってもらってるこのマネージャーたちの気持ちがすごい僕は大事だと思います。やる気ない状態でやらされてるだけやったら、いつまで経っても多分ね、同じレベルまで上がってこないです。あるいはその自分のレベルを超えてもらうことは無理だと思います。ただ、この仕事が好きだとかね、本気でやってるとか、本気でやりたいとか、この会社成長させていきたい、この事業を伸ばしたいっていう、そのやってるマネージャーたちの思いとか気持ちが高いものがあるんであれば、情熱的にね、向き合ってくれてるんであれば、すごい事業は伸びていくと思いますし、そのマネージャーは、この考え方の通りね、任せてあげてたら伸びてくると思います。やってる彼らのマインドっていうのは非常に大事だと思うので、2番目ね、書いてるんですけども、思考とマインドの統一。思考とマインドって僕全然違うと思ってて、思考は考え方です。こういう時ってどうしたらいいんだろうとか、諦めちゃうとか、こういう時、あ、もうこれ無理だからやめとこうとかじゃなくて、この時ってこういう風に考えたらこういう風にできるんじゃないかなとかっていう、何かトラブルがあった時とか、イレギュラーが発生した時の頭の使い方っていうことなんです。で、マインドって何かっていうところもビジョンとか目標に近いです。目標とかビジョンっていうのをしっかりとね、共有して、何かトラブルがあった時の対処の仕方、こう身のこなし方みたいな考え方のテクニックをちゃんと教えてあげて、同じ方向を向いているね、マネージャーたち。で、かつ、同じ情熱を持っているマネージャーたちが増えてくると、僕はかなり育ってくれるんじゃないかなと思います。まさに、今沸かしている事業の責任者たちは、本当にでも僕と同じマインドを共鳴できてるんじゃないかなと思うし、それ以上のね、高いマインドで、僕も圧倒されることあります。あ、こんな本気でやってたんやとかね。ないってね、この前とかは、ここまで行きましょうって言われた時には僕も感動しましたし、まあ、それぐらいね、熱い思いを持ってくれてるマネージャーがいるからこそ、信頼して僕も任せられるんで、まあ、このね、思考とマインド、目標とかビジョンをしっかり共有して、任せてあげるってことをやってみてください。で、最後ですね、3点目、圧倒的特別扱いって書いてるんですけども、これ何かっていうと、やっぱり、マネージャーね、僕らの会社でもこう、各事業に、
まあ、1人2人置いてますけども、これから支店が増えたりとか、まあ、事業が増えていったりとか、あるいは組織の人ももっと増えてくると、こんな1人2人ではできなくなってきます。要は今ね、このマネージャーのさらに部下で頑張ってる子たちが、このマネージャー次なりたいなっていうふうに目指してもらわないといけないわけなんで、で僕としても全社員とやっぱり関わることっていうのはできないです。なので僕からしたら、今のマネージャーたちをしっかり特別扱いしてあげて、マネージャーで本当にやっててよかったなって思ってもらえるように、例えばね、こうプライベート一緒にご飯食べたりとか、こう特別にいっぱい時間作ってお話、まあ、話したりとかディスカッションしたりとか、でメンバーそういう姿見てると、俺も早くあの席に座ってレベル高い仕事がしたいなとか、経営層のね、経営的な話をしていきたいなとか思っていくと思うんで、圧倒的特別扱いって何かっていうと、まあひいきにするっていうのがもう一番わかりやすい言葉なんですけども、ちょっとひいきして部長とかとしか話さない、事業責任者としかもう話さないみたいなね感じにしていくと、社内でのこう立ち位置が上がってくると思うので、まあ、逆に言うとメンバーの方とかね、最近入社してきたばっかのこう人たちとあまり関わることはないんですけども、そこは逆にマネージャーたちがやってくれてるので、僕の役割分担上は違うかなと思ってやってないです。逆に言うと、その部下を持ってる責任者の方だったりとか、会社の社長とかね、そういう経営層の方とかっていうのは、この自分たちの部下っていうのを一番大事にしてあげるっていうのが僕は大事かなと思います。なので最強のねマネージャーの育成術としては、まずいろいろね、こう自分がやってきたことを教えてあげて、まあ、やってみてもらって、やってきてくれたことを良かったら褒めてあげる、悪かったらなぜ悪いのか、どこ改善したらいいかっていうのをフィードバックしてあげる。でそもそも同じねマインド、同じ気持ち、情熱で考え方を持ってスタートできてるように、そこをまあマインドセットしっかりするっていうところが2点目。で最後は頑張ってくれてるマネージャーたちをひいきにしてあげるっていうのが大事かなと。まあ、この 1,2,3 ね、僕も意識してやってきて、非常にね、やっぱマネージャーたち頑張ってくれてますし、マネージャー層もね、離職ゼロです。企業当初から。なので、まあ、そういう部分はね、あながち間違ってないのかなと思いますので、もしね、部下持ってらっしゃってたりとか、会社のナンバー2の育成で困ってるなっていう社長は、ぜひ活かしてみてください。以上です。